中島ゆき一押しのリサシーン、イエーイ。ということで、私一押しのリサシーンを手書きで書かせていただきました。え、頑張って書いてた。今頑張って書いたよ。どのシーンかな。え、どのシーンだろうね。さっき出たシーンかな。いきますよ。こちらです。じゃーん。うまっ。上手ね。これは誰の目かわかるかな、みんな。リサ？リサ。そう、リサの目を描いてみました。え、リサの目ってそんな風になんか下がまつげ生えてんの？なんかぴょぴょってついてる。下がまつげ、目の中にさ、下まつげみたいな。これ光の反射。違う違う違う、光の反射じゃないの？光の反射でそうなの？こういうデザインだったんだもん。ほんとに？ほんとほんと。そうそう、めっちゃうまいやん。これ映画のね、中でこのシーン出てくるんですよ。出てくる。わかる。そう、のんちゃんとゆきの大好きなシーン。そう、大好き。大好きなシーンね。あれか。書いてる、わかるって言ってる。わかる、わかる。わかるってコメントもめっちゃ来てる。ネタバレみんな気をつけてね。そうだ、そうだ、大事だよ。そう、絵コンテっていうかさ、リハ V いただいた時にはこのシーン、あの、はっきりとは書かれてはなかったんだけど、うんうんうん、ちょっと、まあ、少し軽くネタバレをすると、うん、ちょっと回想シーンを、うん、かなって思い出すなみたいなね、なあーシーンがあるんですよ。その時にね、バーンってこの絵がドーンって出るんですよ。うんうん、その瞬間、私とカノンちゃんはおーって驚いちゃって。だね、一緒に見てたもんね。そう、あの試写会にね、うん、私とカノンちゃんは参加させていただきまして、二、うん、人で初めてね、うん、そうそう、このメンバーの中で誰よりも早く、うん、そうだよ。劇場で見たんですけれども、うん、このシーン私たちびっくりしちゃって、ちょっとシートを揺らすっていう、そうね、リアクスみたいな、そうそう、お互いがあのびっくりしてるのが伝わるっていうね。すごい、でもみんなさ、鳥肌とかさ、わかるわかるって、ね、わかるよね。なんでここをちょっとあの一押しのリサシーン、まあ、ここからね、ちょっとさらに物語が進んでいくっていう感じの大事なシーンでもありますので、これを書かせていただきました。まだね、見てない方だったり、もう一度見たい方はじっくりこの目がそっくりかどうか見てください。すぐわかると思います。